エルチャンネルのアイちゃんです。アイちゃんでございます。どうぞよろしくお願いします。はい、ということで今日はアイちゃん、今日は2階リビング、寝室みたいな部屋、はい、の床をちょっと大理石風にしたいなと思って、はい、で、これ用意しました。じゃーん、これが45センチだったかな、これ45の厚みが 2.5 の三月の黒大理石調のやつでございます。で、これをまあ貼っていこうと。で、なんでこれにしたかって言ったら、これやったらね、このワンパネでまあ交換できるかなっていう感じに思いましてですね、これを引いていこうと思います。で、まあ引いていこうというか、まあ、実はもう引いてます、はい、で、これですね、クッションフロア用っていう攻めないよね、これを使っていきます。で、あとヘラ、はい、ちょっと使ってますけども、こういうヘラでギザギザになってるようなやつで塗って、まあこれをはめていく。で、まあ実際もちょっとやってます。こういう感じ、やってます。塗って気づきましたよ。こういう感じでね、アイちゃん塗って、こういう感じでね、ヘラでこう塗っていくと、で、できるだけ、まあ、まばらにならないように塗っていくっていう感じですね。で、はじめは、向こうから、こう、バーッと並べていって、で、次はこっちから並べていく。まあ、互い違いになるようにっていう感じでやってますね。はい。で、これ貼るときは、ここ、表面きれいにして、で、糊のところもね、ほこりぐらいとまでいいですけど、石とかあったらダメなんで、取ってもらって、並べていく。肝心なんで1列目は大事ですよ。1列目とか釣れるともう全部釣れますんで、こういう感じです。はい、これをまあ全部やっていくという感じでございます。こんな感じで先が長いですねまあぶっちゃけこれ18枚入りを10人買ってるから、18枚で7000円なんだ。アマゾンで買えますね。それを10人買ってるんで、140何枚かなぐらいあるわ。じゃあ、やっていきます。いい感じ。それで2100なんで、コメリの方が300円ぐらい安かった。
十万ちょっとやろな、これこのフロア。二十畳で、ね、それぐらいちゃうん。一階はどうなの？一階まで考えてない。とりあえず床とか踏み出からしてない。はい、ということで4時間ぐらいかかりましたね。なんとか終わりましたんで中の方見たいと思います。行ってみましょう。じゃじゃーん。じゃじゃーん。はい、ということで愛ちゃん、じゃーん、できましたけどもどうですか？これはもう正解だと思ったぐらいの出来栄えですか？うん、こういう感じでね、出来上がりました。いいんじゃないでしょうか。はい、どうでしたか？もう私の提案はやっぱり最高やと思う。提案？はいはい。市場もそのまま行こうとしてたじゃあこれお金かかるから。でもやっぱりまあな、これでだから多分10万近くかかってるから。まあ私がお金かかったんだ。作業自体は？うん、大変ではないかと思う。私は社長は、うん、角のサイズを合わせてるみたいな。ああ、そうそう、仕上げな。私は全然楽しかった。楽しかった。だからこういう際んところね、こういうちょっと短いところだ、こういうのがちょっとめんどくさかったっていう感じですね。いい感じ。いい感じ。でこれは2階廊下もこの感じでいくよな。廊下も、廊下、廊下まだやな。廊下もほんだこの同じやつで。同じやつ。うん。なかなか難しいと思う。せやな。だからメインどころを引いてからぐるり外やってみたいな。ほんで結局あの、この先、リビングのと廊下のつなぎ目もちゃんとしゃんなかんから、うん、なかなか難しいで、まあ、でもそこさえして、あと愛ちゃんのあのウォーキングクローゼット、うん、あこやったらウォーキングクローゼットのクローゼットを組み立てたら
組み立てて、まあ作ったらやな。DIY したら、まあ、上は進めるからな。じゃあもう一度頑張りましょうか。頑張ります。はい。はい。いつものやつ。この動画がいいなって思ったら、グッドボタン。グッドボタン。チャンネル登録。チャンネル登録。ベルマーク。ベルマーク。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、次回、こうご期待。はよ。いや、バイバイとかあるやん。バイバーイ。バイバーイ。めっちゃ広いね。